はい、今日も折り紙キングやっていきます。前回ハートの島をねっとり探索してマックスハートを手に入れたところだったね。大海原にはまだまだたくさんの島があるのに、全パートでは一つの島しか探索できなかったことをちょっと気にしております。とはいえカットしまくるのも味気ないし、バランスを重視していこうね。というわけで大海原の探索の続きだ。クジラの潮吹きに乗れるのは多分何の意味もなさそう。島だ、怒りを下ろせ。これはまごうことなきハテナマーク。ハート島にはマックスハートがあったし、この島にはハテナブロックがあったりするんかな。実際ハテナブロックだらけでした。それにしてもこの量はやりすぎだろ。パウブロックでまとめて叩いたるわ。うおー、ここまで来ると気持ち悪いな。コインを拾うのは手動ってのが辛いね。ここの石像メッセージも見ていくか。えっ、こわ。やめろよ、定型文をいじって怖がらせてくるの。よく見ると石像メッセ部分が赤いけど、お前かよ、ビビらせんなや。しかもお宝の場所教えますボットだった。めちゃめちゃ遠いし、後回し後回し。ああよかった、普通の文面だ。こういうのでいいんだよ、こういうので。しまあ、怒り。トランクのスートの形の島がちょこちょこあるね。石像メッセ暗号にもスートが書いてあったし、なんか重要そうな感じ。あ、君、喋ってる途中に助けちゃったかい。ねえねえって言ってたね。さっきオートセーブされてたし、ここはリセットだな。リセットが容易な状況ならやっちゃうよね。テイク2。さあ好きなだけ喋ってみ。ねえねえだけかよ。期待して損したわ。いかにもその後に何か続きそうだったのにね。なんかこちらの返事を待たずにゴリ押しされたな。まあいいけどさ。これはなんだっけ、ススキの大草原だったかで、おでん三兄弟を探してくるやつの焼き直しだな。すべてがうろ覚えすぎる。あとそこのムーチョ、会話中期になってしょうがなかったぞ。あ、ただの充電薬ね。キノピオレーダーが使えないと捜索は絶望的だからね。む、何かにぶつかった感触。ここだろ。なんか落ち込んでるやつだな。まあどんどん他のやつらも捕まえるか。敵が弱い式のピオレーダーがあるしで見つけ出すのは簡単だったね。弱い敵はフィールドアタックで倒せるってのが助かるんだよな。三者三様だな。ほら、連れてきたぞ。アイドルグループぞ、そうか。ってお前もお宝場所ボットだったのかよ。騙された。しかもめちゃめちゃ遠いね。さっきもこんなことあったな。謝礼品は現物で渡してくれよ。
これ感情のままに踊ってるんか。小学校で踊ったソーラン節を思い出すような、そうでもないような。せっかくの喜怒哀楽なのに個々人の個性が出てねえ。あ、石像の暗号も一応チラ見しておきました。これで埋まってない暗号はあと一つだけだな。スペードか。残ってるのは、そして残っているであろうスペード島を探していたら謎の塔を発見。ここにボスがいなきゃ嘘だぜっていうビジュアルしてるな。海原タワーか。大海原の最北端、遠いところに来たもんだ。あ、ワープド感がある。こんなところにあったのか。なんか扉に3つの穴が開いとるな。多分これがダイヤの島で3つのオーブを見つけてこいって言ってたやつのはめるところだよね。じゃあここがパラダイスってこと。バトルタワーとか100階ダンジョンとかにしか見えないんだが、ひたすら戦闘だけさせられるクリア後コンテンツなやつ。まあ今は何もできないし、ワープド感を解放だけさせて次に行くか。しましま怒り、しま怒り。お、念願のスペード島だね。なんかタルが異常に設置してあったが、ドンキーでも住んでんのか。なんとなく全てを察したぞ、私は。大きなタルに入っているキノピオ、細長い差し込み口。これは危機一髪ですね。それ、じゃあ剣を見つけてやるか。しょうがねえな。こういう目立つ隠しブロックは見逃さんぞ。おや、隠しブロックからキノピオとは珍しい。そういうこと。触れたくなかったけど、樽に入ってるやつに話を聞くか。めっちゃヒロイン面されてるけど、しょうがねえな、差し込むか。反応がうざいわ。なんだよ、あって。ノーリアクションでいいよ。他のキノピオも似たような感じだったので、サクサク刺していこうね。うわー、いつものお宝ボットだった。すでに、ちょっとトラウマとかしてる。潜水、基本的には、砂漠での学者先生のスコップ掘りと同じシステムなんだけど、スコップ掘りの20倍時間がかかるから、海中が綺麗とはいえ辛い。操作不能で、ストーリーも進展しない時間が、すこぶる苦手なんだよね。FFQ のクソながロード時間とかも苦手だったのだ。まあ暗号解読とかは、次回に回します。今日は終了。といったところで、今回はこの辺りで、お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。